そうではないんですが、物足りなさというか、カナメ君からの視点っぽくってこと。北川さん、俺の上に乗ってください。わかった。重かったらすぐ行ってよ。わかりました。せーの。え、最低か。楽しい。マジでコスの全部が楽しすぎる。そうだ、俺たちは今ラブホテルにいるんだ。北川さん、今すぐ俺から降りてください。はい、五条人形じゃないです。あ、結構です。退室の時間だそうです。湯がいてくるね。マジでヤバかった。かわいい。今の子たち高校生。そういうのに一番興味ある年頃だしね。